釣り好きのの皆さん、こんこにちは。ゴーゴーゴーフィシグのナブです。今回は初心者におすすめのメタルジグトップ8です初心者にと言いましたが言い方を変えますと誰にでも使いやすいメタルジグトップ8とも言えますですので中級者上級者の方でも使っている方も多いと思いますし私も今でもよく 使っているメタルジグも中には含まれています。トップ8に入っている理由も一緒にお話ししますがあくまでも私個人が決めた順位です。それでは早速トップ8からちゃんはい、トップ8は メタル丸です。魚種を選ばずに巻くだけでよく釣れる操作簡単のメタルジグです。私も初心者の頃からよく使い今でも時々使っています。簡単でよく釣れるという意味ではもうちょっと 上位でも良かったのですけれども 40g 以下のものはフックが弱いという問題があります今持っている 60g はフック大丈夫だと思うんですが初心者はまあ最初は 30g40g から始めた方がやりやすいと思いますので8位ということにさせていただきましたもちろん 28g とかでも初めからシングルフックになってるメタル丸も発売されていますけれどもそちらの方を使えば初心者の方でも問題ないと思います はいそしてトップ7パームスさんのザ・スメルトですただ巻きではアピールしすぎずナチュラルな動きそしてしゃくったりワンピッチジャークしたら素直に反応したりしますので初心者の方がワンピッチジャークとかまだ慣れてない時にですねある意味多少適当なやり方やっても適当に動いてくれると思いますので 初心者に向いているんではないかと思っていますあとは細長い形をしてますのでしゃくってもただ巻きしても引き重りですね抵抗が少ないと思いますので非常に扱いやすいメタルジグだと思います今持っているのはフックを取っていますけれども標準でフロントとリアにフックが最初から付いていますので買ってきてすぐ投げれるっていうのもいいと思いますはいトップ6 ですこれはダイソーのジグロックの方を第6位に選んでみました今まで私はダイソージグ系は全然使ってこなかったですし、まあ、ついこの間手にしたばかりなんですけれども水中映像を撮ってみると非常に動きが良くて釣れそうな感じです そしていろんな方の話を聞いてると、まあ、結構釣れてるということで、まあ、何よりも安い初心者の方は最初寝掛かりとかでなくしてしまう可能性も高いと思いますので、まあ、安さっていう意味ではやっぱりトップ8に入るかなと思います。ノーマルのダイソージグとこのジグロックがありますけれどもジグロックの方を選んだのはフリーフォールが本当に ゆっくりで非常にいいのでフリーフォール中とかまあもしくはテンションフォールでもそうなんですけどもラッキーな一発があったりただ巻きも非常にいい動きをしますので食ってくることがあると思いますのでそういう意味を全部含めて初心者向きじゃないかと思いますフックに関してはリアにトレプルが付いてるのが標準だと思うんですけどもまあ、ちょっとこれはフックですねフロントをつけてみたりとか リアのフックを変えてみたりとか、いろいろやってみなきゃという意味では、初心者中の初心者始めたばっかりっていう方にとってはちょっとフックをいじらないといけないのかなっていうところがあるので、まあそういう意味で一応6位という形にさせていただきました。 はい。次は第5位に、イワさんのサムライジグ R を選んでみました。正直、YouTube で紹介するために一時期よく使いましたけれども、それ以降あんまり使っていません。けれども、非常にマルチに使えるスタンダードな部類のジグだと思いますので、ただ巻きしても、フリーフォールにしても、ワンピッチジャークにしても、何でも対応できるメタルジグ。そういう意味では、まあ、使う人はあまり選ばない。 というまあ初心者に向いたメタルジグだと思っていますこれもフックを今取っている状態ですけれどもリアフックフロントフックもう最初から標準で付いていますので買ってきてすぐ投げれるっていう意味では初心者にも向いてると思います第4位にぶっ飛びスプーンですねこれはスプーン形状のゆっくりめのただ巻きでもよく泳ぐ メタルジグになりますので私もちょっと使ってかなり釣れたメタルジグの一つだと思います本当にただ巻きだけで釣れてしまいますクタ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 ,クタ,クタスプーンでダブルで剥がそうですねこれは珍しい のでここれこそ初心者向けだと思いますフックセッティングはいろんな形のフックセッティングに対応できるという意味ではすごくいいんですけれども最初からフックがついていないっていうのもありますので初心者にとってはもしかしたら最初のフックをどうしようっていう感じになるかもしれませんので、まあ、そういう意味で一応トップ4ということでトップ3には以上入らなかったという形になりますが非常に簡単に 操作できてよく釣れるメタルジグだと思いますので初心者にはすごくいいと思っています次第三位はジグパラスローですこれは私が初めて青物を釣った時のメタルジグもジグパラスローそして今現在一番大きい青物を釣ったメタルジグもこのジグパラスローということで非常に私にとってもよく釣れています 87キングフィッシュ6キロありますね基本的にはスロージグということでヒラヒラ落ちる少し後方重視になっていますので飛距離が出るそしてただ巻きしてもすごくアピールして泳ぐという意味でスロージグと言いながらもオールマイティーに使えるメタルジグだと思いますので非常に初心者の方も使いやすいんじゃないかと思います。これれれもフフフロントッッククリアフックそれぞれ標準で ついていますので、買ってきてすぐ使えるっていうのもいいと思います。初心者の方にすごくおすすめです。はい、そして第2位はハヤブサさんのジャックアイ巻き巻きです。これはブレードジグになりますので、ただ巻きで本当によく釣れます。 一言言にただ巻きで釣れる釣れれれるるいますけれども、えー、まあ実際はですねただ巻きの前後にいろんなアクションを組み合わせたりすることによってより釣れるというのがまあただ巻きでよく釣れるっていうことだと最近思っていますけれどもブレード軸の場合は本当にただただ巻きするだけでブレードがアピールするので、まあ、それで釣れてしまうっていう意味では非常に簡単に扱えますので初心者にすごく向いていると思います。 なぶちゃんはいそして第1位です 1> 第1位はジグパラショートですねこちらもリアとフロントにフックがそれぞれ最初から付いていますので買ってきてすぐ使えるというのがありますそしてこれもですね形的にタダ巻きワンピッチジャークいろんなやり方にオールマイティに使える メタルジグだと思います。非常に実績も高いです。人を選ばないという意味では本当にすごく扱いやすいメタルジグだと思います。私がショアジギングを始めて最初に使ったのもこのジグパラショートで初めて釣れた魚もジグパラショートで釣りました。私にとってもまあ思い出のショアジギングのスタートのメタルジグ。本当に最初からよく釣れましたし、初心者にまあ最も向いてるんじゃないかと思います。ということでこれが第1位です。 はい。ということで、初心者の方ももちろん使いやすい、そして初心者以外の方も使いやすいメタルジグのトップ8という感じだと思いますので、すでにお持ちの方も多いと思いますけれども、使ってみてはいかがでしょうか。個人的には、パームスさんのように、ショアスローに特化したものや、青物に特化したとか、そういう専門的なものをですね、そのシチュエーションに合わせて使い分けるっていうことを最近は私は楽しんでやっていますので、 まあそういうメタルジグを使うのが好きなんですけれども今回紹介した誰にでも使いやすいメタルジグっていうのももちろん今でもルアーボックスに入っていますので時々使って楽しんでいますということで今回は初心者におすすめのトップ8でしたご視聴ありがとうございましたまた他の動画でお会いしましょうこのチャンネルではショアジギング中心にヒットパターンや実験検証などをやっていますチャンネル登録お願いいたします